2層になっているので、その上のチョコの生地とあと下のバームクーヘンのところがやっぱりちょっと食感が違うので、すごくそこが好きでいつも食べてます。違う感触のチョコが入っていて、まあ、特に真ん中のムースがバームクーヘンに染みていて、水分が移行しているというか、すごくしっとりして美味しいので、最後まで飽きずに食べることができます。千年の木さんのバームクーヘンはやっぱり一番おいしいねとかって言っていただけると、その時にやっぱりあ、よかったなっていう、やっぱりその時が一番やりがいを感じますね。はい。